100秒でわかる名作劇場。うわー、宿題終わんないよ。どうしよう。そんな君に聞かせたい名作があるの。100秒でわかる名作劇場、棒縛り。はじめ。これはあるものを禁止されるも懲りない2人の男のお話。あるところに殿様がいました。わいっす、わしには困った家来が2人いて、そいつらはわしが出かけると大切なお酒を盗み飲みしているみたいなんじゃ。どうしたものか。そこで2人を懲らしめてやろうと思い立ちます。まずは家来の太郎冠者を呼び出しました。実は次郎冠者を懲らしめたいんじゃが、いい作戦ないかの。こんなのどうすか。何何。太郎冠者の作戦は次のようなものでした。まず次郎冠者を呼び出し、彼が最近練習しているという棒を使った凄技を見せてもらう。凄技を見せるのに夢中になっている隙に、二人で次郎冠者を棒に縛りつけるというもの。作戦決行の日。なあ、棒を使ったあれ見せてくれぬか。棒を使ったあれ、みんな君のあれのことは知ってるよ。だったらちょっと待っててください。まんまと引っかかる次郎冠者。しめしめ、ブンブン、いいねいいね、かっこいいぜ次郎くん。ブンブン、見事見事。じゃあとっておきの技いきます、せーの。と次の瞬間、二人は次郎冠者の腕をつかみ紐でぐるぐる巻きに。次郎冠者は腕を棒に縛られてしまいました。殿やりやしたねって、あれ、なんと殿様太郎冠者も縛り上げてしまいました。これで大切なお酒に手出しできんじゃろ。そんな。殿様は二人を残して出かけてしまいました。行っちゃった。お酒飲みてえな。飲んじゃう。マジでもどうやって。腕は縛られたが手は自由なんだ。だったら二人はお酒がある部屋に潜入。殿様が大切にしているお酒を発見。まず次郎冠者、器に酒を汲んで太郎冠者の前に突き出す。そして太郎冠者が口をオープン。よー、グミグミうまい。でも君は。それはすると再び器にお酒を汲んだ次郎冠者、太郎冠者を後ろ向きにチェンジ。太郎冠者の手に器をパス。準備完了。よー、グミグミうまい。手の宴会スタート。グミグミイエー、グミグミイエー、グミグミイエーイエー、気分もグーズ。そこへなんと殿様が一足早く帰宅。やけに盛り上がっとるの。太郎君なんか言った。いや何も。でも殿はまさか大切なお酒がこんなことになっているだなんて。知らない知らない、今頃のんきにお出かけ中よ。なんとそろそろおかわりを。はいはい。と次郎冠者が器を覗き込むと、おや、器にひどくしげた顔が映ってるんだけど、君の家来。こんなしかめ面僕の家来にはいねえよ。はっはっ、だよね、こりゃひどい、こんな顔そういないよ。そうだよな、こんなひどい。ひどほらー、あーほっほっほの。いやー、2人はこっぴどく叱られましたとさ。そこまでしてお酒が飲みたいか。でも協力すれば何でもできるってことだよね。大切なことはお話が教えてくれる。じゃあね。よし、力を合わせて宿題を終わらせよう。うん。じゃあ僕が問題読むから猫ちゃんは解いていって。オッケー。っておい。へへ。